やっぱりこうちょっと違った戦術、特にもうちょっとフォアを積極的に攻めていくとかですね、そのあたりチャレンジしてほしいところですね。及川のフォアを攻めたい。そうですね、はい、及川がフォアハンド打ってくるところをやっぱりこう恐れないでカウンターしていく。及川中佐、ラップオー。そうすることによってちょっとバックサイドへの、意識が薄れていくということもありますからね。第2ゲームです。向こう側に木下の及川、手前に埼玉の木造りです。及川のサービスから始まります。ホイトサービス、バックストレートに出してきました。木造りのレシーブ、及川カットでしのぎましたが木造りのポイントです。ミドルへのサービス、木造りがチキータで仕掛けていきました。コースを突いた及川ですがしっかりと木造り対応。いいですね、木造りね。やっぱりこうストップしていかないというふうに、やっぱ1ゲーム後半のやっぱ反省が生きてるっていう感じですね。突っつきで大きく動かしてミドルへのフォアハンドでした。今の突っつきのコースというのもちょっと技ありでしたね。そうですね、ミドルからかなりここ、はい、ここですね。3球目グッとサイド切ってますもんね。はい、まあ、それに対応した及川も素晴らしいですけども、やっぱループするせざるを得ないですね。持ち上げました及川。ああ、及川も突っ切った。しかし木造りのポイント、フォーラブです。ボールです。木造り優等。本当ですね、私も今技術の用語、技術名を言おうとしたんですけど言葉がなかなか出てこずに、本当ナイスボールと言うしかないと思いましたね。いや、 やっぱり前後に動けてるというのがですね、及川のこのフリックに対しての対応が良かったりとかしてると思うんですよね。ただ問題はこれをキットできるかどうかというのが、はい、どうしても途中で相手を見てしまったりとか、はい、足止めを食らったりとか、いろいろな戦術が、ね、はい、ありますから、はい、そして及川もゲーム巧者です。ワイブワンロングサービス、おくしくも第一ゲームで渡辺さんがおっしゃったこの木造りが及川のフォアを狙うべきなんだと、はい、一本全日本ですね、はい、カウンターになってますもんね。でこれは木造りにとって結構得意な技術もあるわけですよね。サービスレッドです。投げつつき、お互いに似たような戦術を取っていますが、木造りがポイント 7-1 と大きくリードしています。及川の得意の技術です、バックハンド。このストレートの、ね、カウンターブロックというのはよくこう及川が使う技ですよね、はい、これ上から押さえていくので、ですから木造りネットミスするんですよね。レッドです。回転、木造りのチキータ、ネットインで及川のポイント 3-7。 逃げ切るためには大事な一本です。サウスポーの木造りにとっては一番遠いところ、フォア前へのストップでした。これで3点差です。
タイムアウト、やはりタイムアウトです。タイムアウト、気づくり、ここで気づくりがあと1点失うと2点差で及川のサービスを迎えます。そうですね、まあ、もう本当にそういう計算のもとでもうここで1回タイムアウトを取って、なんとか8-4でこう切り替えたいと、はい、いうところでしょうけども、間も言葉をかけています。策がないと難しいですね、ここを打開するのに。こう今のようにフォア前にストップが来たら、ただ打って、でもそれもあの逆モーションでストレートへ払う流すとかですね、その先ほど言ったように一つフォア攻めっていうのを一つテーマにしようとかですね、及川を動かそうとかがあればいいんですけれども、はい、普通に払ってミスしてるだけだとちょっとこう策なしでいってるなっていうところを疲れた感じがするわけですよね、はい、ということは逆に言うと及川に主導権が移りつつあると、まあ、だから適切なタイムアウトだと思うんですけれども、はい、ここなんとかですもう一回こう策を持って、うん、あのちょっとトライしてほしいですね。気づくり、そうでないとこのタイムアウトを生かすことができないということですよね。そうですね、うん、さあタイムアウトが明けました。7-4、どのテーマを持って戦うかですね、うん、あと1本気づくりのサービスがあります。ミドルへ突っついて突き合いから、ね、回り込んでのバックストレート、小さくガッツポーズ及川瑞基、これで2点差になりました。いや、この卓球のスコアっていうのは不思議なもんですよね、明らかに数字上は気づくりがリードしてて有利なはずなんですけども、はい、こういろいろなこう解釈をしてあのやっていくと、なんとなく今も及川が有利のような雰囲気に見えてきますよね。サービスエースで1点差です。おまけにちょっと今の先ほどのねフリッキングミスといい今のレシーブミスなんか見ると、ちょっと気づくりが焦っているようにも見えますよね。ひたひたと迫ってきました及川瑞基です。これで1点差、はい、フォア前へ回り込む、うん、これは気づくりとしては助かりましたよね。助かりましたね、今及川にフルスイングされてますからね、はい、ですからポイントになりましたが、気づくりも首をかしげました。ただスコアは大きな1点になりました。8-6です。フォアクープ及川のポイント、また1点差です。今の気作りもね、なんか3球目打たされてる感じになっちゃってるますよね、タイミングが。で結局及川がレシーブ4球目をもう積極的なブロックでいってると。サービスエースです、声を出しました。これで2点差、自らを鼓舞するようにガッツポーズ、声を出しました。気作り、いや本当ですから、卓球ってサービスレシーブが大事だって言いますけれども、こういう苦しい中でもいいサービスを持っているというのは得ですよね。そうですね、逆に相手にとっては大きなダメージになります。はい、トスサービス、積極性が戻ってきました。テンセブンです。サポーターの笑顔、ハッピーバースデーユートというボード、手作りのボードです。ゲームポイントです。ストレートへの順回転でした。レッドです。YG。カットでしのぐ。フォアハンド。及川ロビング。しのいだ及川。YGサービス、その後ネットインもあってカットでしのいで、ここからロビング。及川としたらもう次のゲームのことを考えて逆回転のサービスを使ったわけですよね、まあ、それが YG だったわけですけども、で取れちゃうとですね、
ちょっと気づくにとってはプレッシャーですね、この1本目。はい、テンエイトゴングサービス、バカンドフル、もう1本いきましたが若干早かったですかね。そうですね、まあ、及川のブロックがぐっと高く上がったわけですよね。はいはい、まあ、もちろん及川としたらネットミスを避けて高く上げたんですけども、功を奏しましたね。また1点差です。これも下回転でいくでしょう。このオールサービスミドルへ、ここはペンボールで追いつきました。これで一本勝負です。こちらはワンカイコーチです。ひたひたと及川迫ってついに追いつきました。テンオール、ファイナルゲームとビクトリーマッチ以外にディースはありません。この一本で決まります。脇作りが積極的にいけるかどうかですね。サイドを切る、うん、声なきガッツポーズ、逃げ切りました木造り優斗。岸川監督も両手でガッツポーズです。いやいや、これ TT 埼玉のベンチも、それからファンやサポーターも寿命が縮まるような。そうですね、もう中盤まで 7-1 というところまではですね、もう木造りがこのゲームは圧倒してくれるだろうと、やっぱそういう思いでこう応援されてたと思うんですよね。ただこう点オールでこういい形でこう追いついてですね、及川、しかもサービスというところでかなりリスクのある展開を及川は選択したなと。サイドを切るサービスでしたね。はい、ってことはああいうことが可能性あるわけで、サイドを切って返されると、はい、でそれまでじわじわ行ってた時はミドルワイドで木造りを足止めしてですね攻めていったわけですね。むしろ打点の速さで